こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では、大芸型潜水艦が進水式を行っていた。一方、台湾でも、自主建造計画潜水艦の着工式典が行われている。それにしても台湾の潜水艦建造計画の速さは異常なほどだ。米国がついているとスピード感は異次元。それにしても豪州潜水艦自国建造計画は未だ着工とは向かっていない仏でも、原子力潜水艦建造が遅れているのが要因となって豪州の建造が遅れている。後悔を口にする議員も今では多くなっている。日本案にしておけばよかったと。しかし日本にしてみれば歴史的な観点からこれでよかったと考える人は多いだろう。潜水艦を建造に関わる人たちには。では今回台湾の潜水艦建造計画をもう少し詳しく見ていきますね。日本の潜水艦は今や通常動力型潜水艦ではトップだろう。2020年11月20日、台湾総統府はかねてより推進してきた国産の潜水艦建造計画 SDI に基づき、24日にはその一番艦の建造に着手する。式典を蔡英文総統も出席し挙行した。すでに今月頭には台湾の高雄市にこの潜水艦建造計画 SDI 用に建設されている建造施設も落成間近であることが明かされており、宿願ともいえる潜水艦調達を自国の力で実現しようと踏み出している。現在の台湾は一応4隻の潜水艦を保有はしているものの、うち2隻は太平洋戦争時にアメリカ海軍が建造した艦艇を1970年代に譲られたものであり、これを戦力として見るには事実上無理がある。さらに残りの2隻は1980年代にオランダから調達したものだが、これも中国の圧力によってそもそも全6隻の調達計画が2隻に制限されるという、新山に見舞われた曰く付きの海流級潜水艦だ。その後も、台湾は、新たな潜水艦の調達を模索し続けたが、中国の圧力の壁は、高く、海流級潜水艦以降、いずれの国も、それを受け入れることはなく、行き着いた給与の策が、国産の潜水艦建造計画、SDI だったと言える。アメリカは2020年の今でこそ激化する経済戦争や香港問題、南シナ海の人工島、そして何より新型コロナウイルスをめぐり中国との対立姿勢を鮮明にしているが、一昔前までは他国と同様に台湾を扱っていた。むしろ最新型の兵器を台湾に売却することはいたずらに中国を刺激しかねない行為だと判断しており、台湾へ売却するものはいずれも肩落ち、もしくはその時代の2番手以降の兵器に限定してきた経緯がある。そもそも2000年代に当時のアメリカ政府は台湾の求める通常動力型潜水艦の調達を約束していたが、すでに自国で通常動力型潜水艦の建造を
実施していないことから履行されぬままに今に至っているのだ。そうした意味においては、台湾はアメリカと中国という大国の前に翻弄され続け、特に1990年代以降の中国軍の拡張によって、日本などとは比較にならないほどの危機感を感じていると言えるだろう。さて、台湾の潜水艦建造計画 SDI はようやく一番艦の建造を開始する日が近づいたわけだが、さすがに初となる自国建造には費用がかさみ、日本円にして約1750億から1800億円の建造費が見込まれている。これはこのところ毎年一隻ずつを建造、収益させている日本と比較すれば最新鋭艦であり、2020年10月に進水を迎えた太平洋がおよそ800億円の建造費であることからも初期投資の大きさがわかる。現状では台湾は2024年の収益を目指して一番艦の建造を進める予定だと報じられているが、今のところ総数で8隻の建造を目指し、そのすべての収益完了をもって海流級潜水艦との代替を図るとみられる。潜水艦建造計画 SDI では、その仕様は全長約70メートル、全幅約8メートル、基準排水量が2500トンから3000トンクラスの艦用となると考えられており、ディーゼル機関と蓄電池とモーターで推進する。通常動力型潜水艦として注目の高い非対機依存推進は採用されない模様で、そう、流型、欧流以後の海上自衛隊潜水艦のように蓄電池がリチウムイオン電池となるのかも不明だ。ただし、こうした連続航行時間やそれによる作戦行動範囲などは長く広いに越したことはないものの、台湾と大陸の中国までの台湾海峡間が約180キロ程度であることからは、そこまで高性能でなくともいいのかもしれない。それよりも敵である中国の探せ対潜哨戒網に知されないことが最も重要ではないかと思われ、それを実現するための静粛性の高さが何よりも求められるのではないだろうか。中国海軍は攻撃型潜水艦を、原子力推進型の小級を2隻、通常動力型のキロ級を12隻、胸級を13隻、元級を13隻以上も運用しており、すでに単純な数で台湾が対抗することは困難となっている。このため、台湾が今から潜水艦建造計画 SDI を行うことについて、その有用性を疑問視する声も一部からは漏れ聞こえてくるが、台湾への中国軍の上陸阻止には少なからず必要とも思える。台湾の潜水艦建造計画 SDI では、高雄に専用施設を開設した際に、完成予定の潜水艦の模型が提示されたが、その形状は海上自衛隊の、そう、流型によく似ていたことが伺えた。しかし、あくまで模型の見た目が似ているというだけで、実際には直接、日本の潜水艦建造技術が提供されるわけではなく、それどころか中国の反発と報復的行動を恐れてか、
何の支援もできていない。日本の防衛のようであり、国防機密の塊である潜水艦技術を外国、この場合台湾に供与することを危惧する声も多いが、実際に台湾が中国に併合されるようなことがあれば、次は沖縄が危機に直面する。そうした状況を踏まえれば、台芸や欧竜などの最新鋭艦はともかく、個人的には今後練習艦になっていくであろう。親潮型の給仕機関くらい譲渡すべきではないかと思えてならない。